測量山から室蘭製鉄所方面を望む日本製鉄室蘭製鉄所は北海道室蘭市にある日本製鉄の製鉄所。2020年3月までは防線事業部所属であったが、2020年4月1日実施の製鉄所組織の統合、再編成により本社直轄となった。1909年の創業以降、 北海道唯一の筑港一貫製鉄所として鉄鋼製品を供給している。1985年に生産品種を普通鉱から特殊鋼の膀鉱、潜在に転換しており、鋼内には航路と電路が共存し、製鉄事業を中心に鋼材加工事業やシステムエンジニアリング事業を結びつけたコンビナートを形成しており、日本製鉄グループの企業などが集積している。 主力製品の特殊工房工、ビッグ特殊工洗剤は自動車のエンジンや足回りの保安部品に使用されている。校内のインフラストラクチャーを生かしたプラスチックリサイクル事業を行うなど環境産業にも注力しているほか独立系発電事業者として北海道電力へ電力を下ろしている。校内にはポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業を行う中間貯蔵。 環境安全事業の北海道 PCB 処理事業所が創業している。従業員数は1014人となっている。室蘭製鉄所で特殊工を手掛けたのは1974年の防空工場稼働からである。特殊工業界では決して早くから参入したわけではないが、国産の第一号連続中造機を稼働させた技術力を磨き、自動車重要保安部品用の特殊工防空では、 業界初となる連続中造化に成功している。また、VH ミルや調整冷却、精密圧延など、業界先駆けとなる設備を、次々と立ち上げて装備力を高め、特殊鋼の生産に最適な体制を確立していった。主要製造設備室ン製鉄所は、1909年に、北海道炭鉱汽船の井上角五郎の尽力により、 同社の和西製鉄場として誕生した。天然の良好である、室蘭港、夕張りの石炭、噴火湾一帯の砂鉄、アブタの鉄鉱石を基盤としており、日露戦争を契機とする鉄鉱需要の増加に対応するため、和西村に日本国内初の砂鉄精錬による溶光炉を建設した。創業当時は溶光炉による砂鉄精錬が難しく、 ヒ入レ後間もなく一時停止した記録が残されている。第二次世界大戦による戦線拡大は兵器に使用する鉄鋼の増産につながり、工場は24時間稼働し続けた。このような中、1939年から朝鮮半島出身の労働者の勤労が応募としてが始まり、終戦時にはワニシ製鉄所では多数の朝鮮人労働者が従事していた。同様に、 中国人も1944年から1945年にかけて室蘭で1855人が港湾に役などを行っていた。日本製鉄富士製鉄、新日本製鉄新日鉄住金日本製鉄、関連施設クラブ活動旧車員クラブ。ありがとうございます。